はい、お対応でよろしくでございます。お対応でよろしくお願いします。田中でございます。はい、ということで、はい、はい、しっかり貯めた、はい、貯めました、貯めさせていただきました、はいはい、この前ですね、はい、お対レコードの方でですね、はい、あのドイツのですね、はい、リループっていう、はい、DJ 機材のターンテーブルとか作ってるメーカーがあってですね、はいはい、それで、朝の11時、うん、あ、違う、あ、違う、うん、午前11時から、はい、夜20時までですね、はい、あの耐久配信っていう、まあ、無謀な企画を行ったわけです、はい、9時間連続で配信をしたということで、はい、まあ、えらい大変だったんですが、うん、最後はもうドイツの本社とつないで、おお、すごい。あのなんかとかしたんですか、はい、そのプロダクト作るときどういうふうに作ってるのとか、はい、いろいろそういうのをやったんですけど、はい、その中の一つの企画として、その DJ 用のターンテーブルを、はい、そのオーディオルームで聞いたらどうなるのかということで、はい、テクニクスの SL1000R160 万やつに、はい、10万円もしないターンテーブルに比べてみたいな企画がありました、はい、まあ、当然ですね、はい、あんまり良くなかったんですけど、あんまり良くなかったんですね、はいはい、しっかり良くなかったんですけど、はい、その時にあのペガサスがですね、はい、あの我らがペガサスが、はい、お便りレコードのチャンネルで、はい、出させていただきました、はい、デビューした、はい、でもデフォであの羽つけてこう、はいはい、いきなり羽でしたよね、はい、はい、いうことで、でその後にあの2人ぐらいからあの人はなんで羽つけてるんですかって真顔であの普通に聞かれました、ね、本当ですか、はい、それまだまだこう認知度が認知度低いの、はい、おたれこの方にも攻め入っていいですか、ね、いやもうお願いします、はい、いうことで、はい、はい、まあ、ちょっと頑張っていきたいと思います。頑張ります、はい、じゃあですね、はい、PDN さんが、はい、展開されてるブルーサウンド、ブルーサウンド、はい、これですね、うちでも大好評ですね、はい、ブルーサウンドの、はい、ノードがですね、超人気モデルが、はい、衝撃の、はい、ラインナップが新しくなったと、おお、新作が出たということでですね、はい、先ほど聞かせていただきました、さすがでしたね、さすがでしたね、うん、圧倒的な進化を、中身、外見はね、こんなにやっぱり変わってなかったんです、変わってないんですけど、はい、あの圧倒的な進化を遂げたということでございます、はいはい、まあ、とはいえですね、アンプ、アンプで持ってないよっていう人、いや結構いらっしゃいますよね、いると思うし、はい、これからネットワークやりたいけどどうしようみたいな人もいると思います、はい、いや、いっぱいいらっしゃると思う、はいはい、あと、ペガさん、これもあると思うんです、僕オーディオマニアな人とかで、はい、ちょこっとセカンドルームとかでピーってやりたいっていう人、そういう人はね、みたいな、結構いると思います。いますよね、絶対。いや、もう私なんかまさにそうですよ、はい、あと職場とか事務所とか、あ、そういうのもいいですね、でピピってやりたいっていう人って、はい、まあ、うちのお客様でもたくさんいるじゃないですか、はいはい、いらっしゃいました、いらっしゃいました、はい、あと奥様の部屋とかで、あ、なるほど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 、もうこれでもやっとけるんじゃん、はい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 、うん、いう風でいう感じで、はい、そういう人たちに、はい、まあ、電気屋さんとか行ってコンポとかを買うのもいいかもしれません、うんうん、そうですね、そういうのもありだと思うんですけど、やっぱり音のいいものでと、はい、やっぱ本当それ、ね、おっしゃる通りですね、はい、はい、いうふうで、そういう人はどうしたらいいのかということで、はい、はい、じゃあ交換も行ってもいいですか、すべて解決させていただきます、はい、いきます、パパーン、321、やったー、よっしゃー、はい、ということで、はい、現れました、はい、はい、パワーノードですね、ですね、これもまたこれもこれも 2i 消えちゃった、これそう、はい、前作がですね、これブルーサウンドのパワーノード 2i っていう商品名だったんですけど、はい、2i が取れました、はい、でパワーノードっていうだけ、パワーノード、それは1じゃないの、1じゃないのっていう、うん、なんかよな、謎なんですけど、謎ですね、はい、はい、いう感じで、はい、まあでも相変わらずホワイト美しいですね、ホワイトかっこいいですね、かっこいい、めっちゃかっこいいです、はい、うん、はい、でこれはですね、もうあの振りがあの全てでございます、アンプ入ってると、はい、アンプ入ってます、はい、いうことですね、はい、で、その中の CPU ですね、ネットワークプレイヤーの部分がどういうふうに進化したのかっていうのは、前作のノードの動画を見ていただければ、はいはい、そうですね、この前に撮ったノードの動画を見ていただければ、はい、ペガサスさん、簡単に言ってどういうところが変わったんでしょうか、もう簡単に言って、はい、まあ、あの、簡単に言ってまず CPU、
がさっき言ったように変わった、新しくていいものに変わりましたというのが1点。シングルコアから、シングルコアからクワッドコアなったということで、はいね、脳みそが4つになりましたということになります、はい、であとは USB の出力、はい、デジタル出力がついたと、うん、で、まあ、これがあの濃度の時は一番の大きな変更点というふうに私は、まあ、期待してる点って申し上げたんですけど、うん、パワーノードに関していくと、うん、このアンプ部分、ここが多分一番大きくアップしたんじゃないかなと思ってますっていうことですね、はい、そういうことです、はい、で、一応ですね、はい、金額の方なんですが、はい、パワーノードの方はですね、はい、11万6000円税別ということで、はい、これも1万円アップなんですよ、アップ、はい、前作から。これ先ほどノードで言ったんですけど、はい、シングルコアから CPU がクワッドコアになった、はい、でクロック周波数が 1.0 から 1.8 になった、はい、もうその時点で1万円払いたい、払いたい、うん、全然もうそれだけ、それ以上の価値があります、はい、であと USB 出力、はいはい、もうできるようになる、できるようになった、はい、なった HDMI、まあ、ノートに関しては HDMI もついた、はい、って言ったら、はい、別に3万円ぐらい値上げでも、いや別に買う人は買うんじゃないか、いや買う人は全然買うと思いますね、っていうのに1万円しか上がらなかった、ええ、で、はい、この、はい、よく聞いてくださいよ、ええ、このノート 2i は、はい、シングルコアからクワッドコアの CPU 上がった、はいはい、それはいい。それはいい。で、USB もついた。ついた。それもいい。それもいい。で、HDMI。HDMI、はい。はい、これも、これ前からありました、ね。これは前からついてるんですよね。ついてた。はい。うん。なので、若干お得感がないな、みたいな感じはあるんだけど、ないな、実はですね、はい、さっき今、ペガサスが言ったように、はいはい、アンプ自体もグレードアップしてる。そうなんですよ。私はそこがやっぱり一番かなと思ってます。ですね。はい。はい、で、どういうふうにグレードアップしたのかっていうところなんですが、はいはい、前作がですね、はい、これもスペックだけの話を申し上げると、はい、スペックしか分かんなくてですね、はい、パワーノード 2i のアンプ部なんですけど、はいはい、総合出力で45、そうですね、45W かける2、かける2、8オームですよね、はいはい、8オーム時に 45W かける2と、はい、これでも筐体の割にはかなりパワフル、パワフルでしたよね、はい、はい、だと思います、はい、だから、はい、まあ、どんだけのもんなんだろうと思うんですけど、はいはい、上がったってどのぐらい上がったんですか。新しいこれノード、あ、パワーノードに関しては、うん、なんと8オーム 80W かける2になります。すっごい、約倍ぐらいになっちゃいました。すごいっすね。すごいですよね。この筐体で 80W ですよ、出力。やばいっすね。やばいですよね。ボリューム上げたらなんか燃えてなくなるんじゃないですか。本当ですね。燃えてなくなる。燃えてなくなる。もろとも。もろとも、チリになって。それぐらいやばいですね。いや、それぐらいやばいです。なるほど。はい、ということで、はい、それが、スペックが音に反映されるんだったら、はい、本当にやばいことになります、ね。やばいことになりますね。はい、ということで、はい、聞いてみたいなというふうに思います。はい、じゃあ対決ですか。対決ですね、はい、マランツの、はい、PM7000N ですね、はい、これ引き続きもう一回同じやつ聞いてもらいましょう。そうしました。今度は逆にマランツ聞いてからパワーノードにしたいと思います、ね、分かりました。お願いします、はいはい、じゃあ早速、じゃあ早速使います、はい、またあの同じように、うん、ルーンをエアプレイで飛ばして、はい、シャーレも聞いていただきます、はい、スピーカーはね、モニターオーディオの、はい、シルバーの100だったっけ。シルバー100ですね、はい、いう感じで、まあ、今もうちょっと口ではもう言えないやばい感じになって、はい、やばい感じになってます。でもこれ言ったらですね、はい、あのオーディオ界から抹殺されるのでもう言いませんけど。わかりました。よかったらウェブサイト見に来てください、はいはい、ちょっとお待ちくださいね。別に これ困ってるから言ってるわけじゃないですよね、はい、もう今だってもう、あ、気持ち悪いぐらいご注文いただいてますよね、はい、いや気持ち悪いぐらいご注文いただいてます、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に YouTube であのご報告してから、いや我々もね、はい、本当にね、はい、頑張って、はい、はい、あのそうですね、そうですね、はい、まあ、というかもう在庫処分でっていうことで、はい、なくなるっていう、あの売れば売るほどあの世界の太田さんの給料が減っていくっていう、そういう、はい、感じです。
はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ行きます。行きます。はい。じゃあマランツと、マランツの中にネットワークプレイヤーが入ってる。それを流します。There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. She is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem. もう先ほど聞いたんで、何度聞いても一緒の音ですね。一緒ですね。一緒でした。はい。なんかね、僕ね、これ改めて思うけど、まあ、これネットワークプレイヤーも、ねはい、一緒になってるから、あのいいとは思います、うん、ただねやっぱり、ねこの辺と比べると、はいまあ、当たり前だけど格が違うね、まあ、それはそうですねやっぱり、まあ、値段も値段だからしょうがないか、だからマランツの、はい、音がこういう風だって思わないでほしいかな、皆さんに。なるほどなるほどなるほど、うん、あもう逆にねそういうことですね、まあ、でもまあこれはこれでいいかなと思うんですけど、モデル30が良すぎるんだよね。多分モデル30が良すぎるんだと思いますよ。ですよね、はい、もうマランツマニアとしては、まあ、マランツマニアとしてはもう本当、はい、大絶賛してましたからね、私と。まあでもやっぱりちょっと風味はありますよ。風味はあります、うん、高温のね出方とか、うん、そういうことを、はい、うん、思います、はい、まあまあまあ、はい、まずまず問題なかったんじゃないでしょうか。わかりました、はい、じゃあ早速切り替えていけばいいですかね。ですね、はい、はい、あ、そうだ。電源が。電源があるんで、うん。よいしょ。一旦こっちを切りますね。で、先ほど、うん、やっていってください。いいですか。はい。先ほどのですね、ノードと、マランツの PM7000N の比較視聴では、はい、ノードがネットワークプレイヤーダックだったので、アンプは7000を使ってた。まあ、すなわちアンプは全く一緒だったんですね。で今回の場合は、マランツのネットワークプレイヤーとアンプ、ノードのネットワークプレイヤーとアンプっていうことなんで、前作の比較視聴と比べるとガラッと変わるだろうなと、当然ながらいうふうに思うし、ブランドのその音の設計とか差異みたいなのがしっかり出てくるんじゃないのかなというふうに思っております。で、まあ、くしくもですね、あの値段なんかもこの2モデル、まあ、似通ってはいるので、そうですよね、あの熱い戦いになるんじゃないかなというふうに思っております、はい、あの先ほどノードで、ノードの方がなんかこう明快でみたいな話があったんですよ。なんだけどそれってマランツとセパレートにそもそもしてるから、そこがもう有利だったんじゃないのかみたいな、そういう説があるわけです。そのマランツの場合は、内蔵のネットワークプレイヤーでやったんで、だから今回の場合はあのほぼ同条件ということになりますので、まあ、そこはちょっと見ものだなという気はします。まあ、筐体的にはですね、もうパワーノードの方が圧倒的にちっちゃいので、内部のその基板の余裕ですよね、そこら辺がないにもかかわらずアンプの容量がもうあの最大容量というかな、それがもう倍ぐらいになっているというのは個人的にはちょっとリスキーだなっていうふうに思う部分もあったりもするんだけど、まあそれぐらい余裕が出るっていうことだとは思うので、まあ有利に働いてくれるんじゃないのかなというふうに思っております。まあネットワークパワーノード 2i のネットワークプレイヤー部の話でいくと、まあ、確実にですね、シングルコアからクワッドコアに変わったというだけでもですね、まあ、圧倒的にやっぱり進化してるなという感じはあるので、そこはまあ心配はしてないんですけどね、うん、なんでまあ基本的にはいい出来であるんじゃないのかなというふうに思います。初心者の方にちょっと申し上げたいのは、もう本当にこれはパワーノード 2i を使うと
まずはコンパクトっていうことです。で、あとは先ほども申し上げたんですけど、あらゆるキャリアに対応してます。 Amazon Music とか Tidal とか、クーバス、Spotify とか Deezer とか、何でもかけれます。そして、MQA といってですね、近年出た、まあ、音がいいとされるですね、そういうデコードがあるんですけど、それにも対応していると。そして、オーディオマニアを中心にですね、話題となっているルーンですね、はい、これにも対応している。これはもう結構本格的なネットワークプレイヤーのなんかオーディオファンの慣れの果てみたいな今感じになってますけど、このルーンも対応しているということでございますので、もうできないことはないというものです。でこれ買ってもらって、あと好きなスピーカーを買えばもうそれで音が出ちゃう、まあ、あとLANをつないでもらって、いう感じなので非常におすすめでございます。はい、ということで、はい、まあ喋ってるうちにですね、はい、準備ができたようなので、これちょっとドキドキだね。いや、ドキドキです。まだ聞いてないです、音。これはドキドキだな、はい、どうなるかな。ちなみに、スピーカーのケーブルも電源ケーブルも全く同じものを移植しましたので、間違いない、はい、はい、という感じです、はい、聞いてみましょう、はい、ただちょっとごめんなさい、ボリュームがですね、どれだけのものかが分からなくてですね、まあ、手でやるんですか。There is a rose in Spanish Harlem. まあボリューム的にはいいですよね。はい、あ、もう全然質感が違うわ。There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. She is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem.Start a fire there and then I lose control and have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden.ペガサス、すいません、はい、もう一回鳴らしてほしいんですけど、あのアンプにちょっと、もうちょっと僕負荷かけてみたいなと思うんですけど、今お客さんも幸い、はい、あの安定の誰もいないので、はい、ちょっと大きめにされるってことですね。そうです、ちょっと大きめでやってみます、はい、鳴らしながらいきます、はい、ちょっと鳴らします。There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. She is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.She's growing in the street right up through the con. はい、はい、ということでですね、はい、これあの YouTube だとですね、はい、あのコンプレッション
がかかるので、純粋な音の違いっていうのは、はい、皆さんちょっと伝わらないと思いますけど、はい、ちょっと神楽さん寄っていただいてよろしいですか。今ですね、真ん中よりもちょっと上ですよね。本当ですね、まだ、はい、全然その辺だったんですね。これでいくと100あるんだったら55とかぐらいですかね、はい、はい、そういうイメージになってます、はい、これでもめちゃくちゃ爆音でしたよね。爆音でしたし、はい、割れてなかったですね、はい、いう感じなので、はい、これ、はい、あのペガサスアイに移る前に申し上げておきたいのは、はい、例えばこれテンポ音響とか最高っすよ、はい、なるほどなるほどです、はい、この売り場を移していただいて、この売り場の広さで、はい、このスピーカー、まあ言うてもブックシェルフですよ、はい、はい、でボリュームで言ったら55ぐらいとかで、うん、はい、完全にもううるさいっていうか、結構音は音ちょっとしたイベント感ぐらいがあるということなんで、はいはい、これ本当にもちろん小音量で使っていただくと出音に余裕が出ていいかもしれないけど、お店と か, なんかスポーツバーとかそういうところとかもそうだし、あとなんか能率が悪いスピーカーとか鳴らすのも結構グイグイ鳴らせますよ、これ動力すごいですね。いや、すごいっていう感じもしました。はい、ということでじゃあ行きましょうか。はい、おお、これはつけずにおられなかったですね。来ました。来ました。じゃあ、はい、飛んでいただけますか。はい、じゃあ近藤勇悩みに飛んできます。はい。ペガサス田中が送る。田中ず、あーい。よし、やった。ありがとうございます。はい、ということで、はい、映えましたね。映えました。めっちゃテンション上がっちゃいました。音良くて。うん。びっくりしましたし、ちょっとね、マランツさんにはね、申し訳ないけど、うん、これ12万と11万6000円、こっちの方が安いわけじゃないですか。うん、で、うん、正直ね、ま、もう申し訳ないけど圧勝でした、うんうん、音的には、うん、私としては、うん。なるほど。でも印象はね、この前のノードで感じた音が出る、要は SN がいい、うん、すごくクリア、うん、で、あとはしっかりとそのアンプ部分も駆動する力もさっきヨスカに言われたようにある。うん、でもうちょっと価格もすごいことになってる上にこの機能ででも何でもできてって言われたらもうちょっと涙出そうなぐらい感動しちゃって、うん、ちょっと今うるうるしてますでの羽っていう感じですね。涙の羽、涙の羽です。はい、うん、でまあね、本当にマランツ好きで PM7000N 持ってらっしゃる方いらっしゃるんで、うん、まあ、やっぱりね、ノード、パワーノード、パワーノードっていうのも申し訳ないんですけど、うんうんうん、ただ、これはもうね、うん、ちょっと忖度抜きで、やっぱりね、音が良かった、パワーノードの方がやっぱり、うんうん、で、あと驚いたのはやっぱり、ヨシガリンが大きくしたじゃないですか、まあ、55ぐらいかなって言ってた、うん、あれでやっぱり音の破綻がなかったのは、大体こういうのって結構破綻するイメージが私の中ではいっぱいいっぱいになっちゃう、ね、いっぱいいっぱいになっちゃうんですけど、うんうん、そんな感じもなくって、まだまだいけるぞと言わんばかりの音でしたし、さっき言われたように、能率の悪いスピーカーでも全然いけると思いますし、うん、逆に JBL なんかのね、スピーカーでもすっごい楽しくなるんじゃないかなって。組ましたいです。組ましたい。うん、っていうふうにね、ちょっと思っちゃいましたね。これはちょっと驚き。変えましたね。大絶賛。ペガサス。最後に生やしたのいつだっけかな。ちょっと覚えてないぐらいですね。うん、ぐらい良かったですね。前のパワーノードも良かったんですけど、そこまでの、なんだろうな。わかるよ。はい。うん、なんとなくわかる、はい、言わんとしてるから。はい、うん。までは感じなかったんで。だからもう、前作と比べて、パワーノードをこれ比較視聴したら多分もう圧勝ですね。圧勝だと思いますね。うん、でも実際に、私のその常連さんでもパワーノード買っていただいて、うん、で、新しいパワーノードどうなのって言われたときスペックだけ言ったんですよ。まあ、倍ぐらい 80W になってますよと、はい、でまあ、音は聞いてないけどきっと良くなってますよっていう話だけで、あ、じゃあ買おうかなって言っていただいた方が
いるぐらいなので、うん、やっぱこの YouTube、そして実況を見ていただければ、うん、これも圧倒的に多分差があるんじゃないかなと。なるほど。いうことで、羽根です。うん。ゆずかにいかがでしたか？いやこれね、僕ね、ちょっとね、ペガサスと大体いつも意見一緒なんだけど、これちょっとね、ちょこっとだけ違う。ちょこっとだけ違う。はいはい。というのは、マランツの音も、まあ、ペガサスも、まあ、パワーノード数アーが良すぎたって話だとは思うんですけど、なんだけど、マランツの方もね、あのね、こういう音が好きな人、やっぱそれでも僕いると思う。います。あ、僕ここに。僕大好きだね。で、あの例えば、ちょっとアクション映画とか見たりとか、ドカーンみたいなのが欲しいときに、ブン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 、なんか低音を言わしたりとか、その解像度とかそういうのじゃなくて、みたいな人とかもやっぱりこっちの方がいいと感じる人もいるんです。なるほど、なるほど、なるほど。ただ、我々としては、そのピュアオーディオの世界で、まあ、何が基準なのかっていうと、まあ、いかに生々しいかとか、いかにライブであるかとか、まあ、そういったその演奏者の情熱とかがそのまま伝わるんだとか、まあ、よくカタログに書いてあるけど、そうそう、カタログ書いてある。そっちをこう優先してもらってるという風でいくと、僕もそれは同意見だった。やっぱりすごくピュア。ピュアですよね。です。これとこれ比べた、っていう話でね、いくと。すごいピュアだった。うん、で、前作と比べて、申し訳ないけど、パワーノード 2i お持ちの方は、これまたパワーノードに変えていただきたい。もうこれはね、全然違う。出音の余裕が全然違います。違いますよね。さらに、さらにですよ。さらに。今回は、シングルコアからクワッドコアに変わってるんですよ。だからそっちの演算も余裕があるわ、出力も余裕があるわっていうことなんで、なんかね、ある種のね、気品をまとってるぐらいの、エレガントさがありますよね。これだから、これなんかちょっと可愛くてポップでっていう風だから、エレガントって結びつかないんだけど、音に関してはですね、もうエレガントな、あの風味すらも感じるなという風に思いました。で、実際ね、本当に SN がいいから生々しい。でこれちょっといつもだとちゃんとしたスタンドに置いてやってる。そうですね。これラクに置いてってやってるから、何やかんやでもこの辺とかもビャーンって共振してるし、なんか定位もなんかこの辺からこう出てくるし、うんって感じなんだけど、で聞いてたんだけど、今回のやつは定位感もこういう環境でも定位感もしっかりパシッと出たし、もうベースラインのタイトさ、ベースの質感みたいな、もうね、ところはもう最高に良かったですね。はい、なのでもうこれは12万ぐらいでしょ。11万、もう一緒ですね。 PM 何千円と一緒ぐらいですね。これはね、これで出されるとちょっと困るわ。困りますね。ちょっと他が売れなくなっちゃいますね。いうぐらい良かったですね。これもヨスパリに下取り 10% 1月末までもうやりましょう。あ、わかりました。もうぜひあのパワーノードを使ってる人はですね、パワーノード 2i 使ってる人は、もう変えてください。はい、いうことで、もうあとは太田くんが何とかしてくれる。あ、はい、頑張ってください。はい、はい、いう感じでございます。わかりました。はい、ということで、まあ、2本連続でお送りさせていただきました、ブルーサウンドですね。ブルーサウンド。はい、の、ノードと、パワーノードのご紹介をさせていただきました。この動画から見てる人はね、ノードの方もぜひ見てください。ください。CPU のね、解説なんかもやってますので。はい、いう感じで、もうちょっとこれからもう目が離せないですね。本当ですね。はい、はい、いう感じなので、はい、ぜひ、皆さんチェックしてみてください。はい、はい、どうもありがとうございました。